はい、じゃあ第3回やっていきましょう。早速ね、リーグ部をこう天板にしていきますかということで、ランク一番低いのからね、倒していきましょう。四天王赤松に挑戦しよう。サバンナスクエア四天王赤松。ブルベリーグランク5位。炎ポケモンと息を合わせて作り出す激辛料理は絶品。ポケモン勝負の経験は少ないが、天性の才能で粘り強く戦う。勉強あまり得意ではない。余計な一面が入ってるが、一市地方、立脇シティ出身ということで。なんか、料理バトル、トリコかな僕は産みますよ、トリコさん。俺は産むぞ、コマスということで、やっていきましょう。四天王チャレンジ。よし。てか、みんなタンクトップだな、こいつら。タンクトッパーだ。赤松くん、注文入ったよ。オーダー赤松の丸焼きウィームーシュ。お、食堂にいたゆうこって人だよね。あ、名前ちゃんと覚えるんだ。みんな名前覚えなさそうだからな。ここじゃなんだからとりあえずついてきてよ。よっしゃ、やりますか。僕は見ますよ、トリコさん。お、ブーバーンだ。いいね。さて、待ってたよ、炎の挑戦者。まあ、タイパー書的にはね、草パなんで、ちょっと悪いんですけど、まあ、ランク5位からやっていきましょうということでね。こんなに早く四天王に挑戦とか、すげえよね。さやすぐりや柿つばた先輩が気に入るわけだ。俺も君のこと気になってるよ、正直ね。モテる女は辛いね。でもここのチャレンジは全然甘くないよ。俺の四天王チャレンジは、お、あ、サンドイッチか。激辛サンドイッチ作り。この俺赤松をひいひい言わせるような、辛いサンドイッチを作ってよね。楽勝に思うでしょう。でも、自前の食材は使わせないよ。食材は周りのリーグ部員と駆け引きして調達するんだ。食材が集まったなと思ったら戻ってきて声かけてよ。駆け引き？俺が見てる前でサンドイッチ作ってもらうからさ。料理のコツはとにかく食材選び。それさえ間違えなきゃ余裕だよ。フライパン使わんけどな。よし。四天王チャレンジに挑戦する。やっていきますか。3分間で支度しな。お、あれこれ、この曲何やったっけ。あー、何の曲か覚えてないけど、ちょっとパルディアからちょっと曲使い回しちゃって、新規で曲用意してくださいよ。作るのは激辛サンドイッチ。何が必要かなんとなくわかるよな。食材が集まったら声かけてよ。よし。じゃあ、あー、この曲もなんか聞いたことある。よっしゃ。あー、あれか、マリナータウンのセリの曲かな。それっぽいな、多分ね。さて、じゃあポケモンバトルしつつ食材を集めていきますか。僕は産みますよ、トリコさん。俺は産むぞ、クマツー。うっさコンボ、えいやポニオーン。今日何食べた、好きな本は。よし。まあ、モブバトルは特に、うん、カットでいいかな。サクサクやっていきましょう。ハラハラしてピエニョ、うるせえな。ただトレーナー戦全部一緒かな。タロ、最初のタロちゃんと同じ戦闘曲使いやがって。生意気なモブだぜ。君、ハラペーニョを持つにふさわしいトレーナーだね。ということで、まあ、辛い食材を、ゲットしていきましょう。よし、頼もう。食材は集め終わりました。よし、激辛サンドイッチ作りを始めるかい？始める。よし、やる気強火だね。ということで、ゆうこのね、散々今まで作ってきたパルデア式サンドイッチ作っていきますか。クソデカ、具材クソデカサンドイッチ。目に物を見せてやるぜ。よーし。お、メラメラピック。まあ、ということで、まあ、いつもの感じかな。よし、クソデカ具材どもを、こう落としたらダメなんかな、さすがに。ちゃんと丁寧にね、やっていきましょうね。あぶね。よし、えいやー、オッケー。いったでしょ、これは。よーし。まあ、ゆうこにしては綺麗に出来上がったな。
さてどうなるんでしょうか。さて、おお、あ、ちゃんと食うんだ。おいお前、ブーファン6匹じゃねえか。よーし、合格。ユーコのオリジナルサンド合格いただきやした。マジで料理対決だったな。僕は産みますよ、トリコさん。俺は産むぞ、クバス。辛さを超えて痛みだこれ、体の芯から燃えたぎる。激辛大名人も大満足な激辛サンドイッチだったよ。ということで、四天王チャレンジクリア、完璧に出来上がりだ。強火でやったね。何笑とんねん。すごい上下に笑うやん。さて、曲どうなんだろうな。四天王戦あんまりかもしんないな。四天王はサクサク進めようかな。俺と戦う下準備は整ってるかな。全部炎タイプなんかな。あいよ、強火で燃えてきた。よし、行っちゃいますか。さてと、優子、君ってすぐりと因縁あるみたいだね。柿つばた先輩もなんか企んでるみたいだし。そういうのマジでめんどくさいわ。そういうの良くないと思います。言いたいことあるなら直接言えての、やれての。俺は細かいこと考えるの苦手なの。でしょうね。戦いたいから戦う、それでいいじゃんか。よっしゃ、やりますか。サバンナエリア、炎の四天王、赤松。お、あ、曲どうだろう。勝ちたいから勝たせてもらうよ。どうだ。クイックボール。痛めんなボールを。赤松が勝負を仕掛けてきた。ロトムと、あ、ファイアローね。環境破壊ポケモン。あー、何この曲。さて調理違った、勝負開始だ。あ、ちょっとどうかな、なんか演奏しづらいかもしれないこの曲。あ、でも6匹ちゃんといるんだ。どうかな、これ演奏は無理かな。うん、あんまメロディーがないしね。よーし、でもたまには普通に喋りながらバトルしますか。1からスイッチ取って、タコンボ。お、2本バレしてきたか。まあするよね。おいしょ、あざす、強いな。全てを無に返すコンボ。うげえ、そんな技食らったら沈下しちゃうよ。ほにおーん、沈まれ沈まれ。今日何食べた、好きな本は、遊びに行くの。そうね、演奏ちょっと厳しいかな、四天王戦は。赤松のテーマってわけでもないだろうし、4人ともこんな感じなんかな。さて、バクーダ、炎地面なら、手助けしちゃいますか。手助けいいね、ダブルバトルだと。あ、ソロブレード使えるじゃん。ひでり、ありがてえね。よいしょ。このタイプだからって。あー、でもフレアドライブか。でも、等倍？オッケー。草っぱだからって。全然、立ち向かえるな。よーし、いいね。普通に草っぱ強くね。はい、一旦ね、ソーラーブレード、手助けもあり。さようならと。じゃあ、赤松くんのセリフもっと聞かせてほしいな。あれ、なし？あ、普通に草タイプ出してくんだ。あら、細かいこと考えるの苦手、脳筋マンかと思ったんだけど。意外と、ちゃんと構成を組み立てている。まあ料理もやってるし、自然にいろいろ考えれてはいるけど、本人が自覚してないだけかな。まあ、ちゃんとナッシ入れてくんだ。じゃあ、そろそろグラスフィールド出るかな。第一の波動打って、スターコンボ、ファイアロー落としたいね。そうそう、フレアドライブで、こいつ早いな。よし、まあでもこれでグラスフィールドで展開。よし、
まあこれで、中ポケ終わらせてやりましょうか。なんか昔飛行技が全て先生になるとかで環境破壊した重罪人だからな犯罪者は消し去る。さて、お、ソーラービームね。どうかな、等倍か。あー強いね。グラスユーズもかかっちゃったかよーし、まあまあでも全然いけるでしょ。普通に相手70後半で6体か。普通に油断すると厳しそうだね。よし、お、あれもうブーバン出しちゃうの？6匹目だっけ。そんなことないよね。か、優子の投げ方可愛くなりましたよし、じゃあじゃあ手助けするか。で、みちゃっぱはテラスタルやっちゃおう。ね、水にテラスタル、熱湯、炎タイプも難なくやっちゃいますよ。よいしょ。じゃあ熱くお湯を沸かして水テラスタル、はい、手助けして。ブーバン落ちるかな。相手遅いよな、多分。あ、結構早いんだ。熱風。あら。あ、全然食らわねえ。よし。熱湯で。はい、水テラスタル熱湯。あ、買った。マジで？そんな入んねえか。手助けもあんのよな。あ、なんか、木の実持ってたの。サイコショック。うん、耐えるねえ。ミチコマジで硬いよな展開、フィールド展開力がすごい。はい、まあ熱風でさすがに。よし、まあまあミチコよくやった。ちゃんと範囲技も使っていくんだな。よし、まあこれで熱々の熱湯を、はい、いただきやす。ここは手を洗うところですよ。プシャーはい、でもブーバーン切り札じゃなかったんだ。お、あ、ソーラービーム。ちょっとやばいかもしんないな。さあ、どうかな。あー、まあさすがにね。まあまあ、でも。よし、ネットよくやったな。お、バシャーも、マジ。いいね。そしてマリちゃん、ちょっとね、特性を新たに変幻自在にしたんで。先生マリちゃん行っておいで。まあ、あと神。よーし、じゃあとりあえず花粉団子4倍で落としまして、冷水で水タイプになるか。よーし、おっ、おー、テラスタルすっか。強火で漏れてテラスタル赤く染まれ。バシャモ、あ、切り札バシャモだったんだ。ブーバーンかと思ってたぜ。切り札も隠していくんだな。持ち物もちゃんと持ってるしな。おもだかさん気になんないくらい強いんだけど、こっちの方がちゃんとバトルしてる。さて、こっちもじゃあタイプ変えさせていただきますよ。これパンチ強いよな。さて、しかも攻撃下がるし、こいつが俺のスペシャリティ、赤松定食大張りなよ。何それ。よーし、ただ半減のはず。よーし、いいねー。草のままだったら確実に落ちてただろうな。いや、強いね、ゆうこね。さて、花粉団子で。あれ、嘘、なんで。うわ、これはあれ、あ、普通に耐えられたか。マジか。おー、加速か。まあでも、とりあえず花粉団子で、さよならと。冷水で落ちんじゃないか。ああ、でもそれでもマリちゃんの方が早いんだ。よし、まあ攻撃下げて。お、気合玉か。まあでも OKOK。 お、ソーラービーム、これは。ああ、なしの方が早いか。でもあれだ、あ、
日照りないから、ああ残念最後溜めて終わっちゃったな、さいならと。よっしゃ、もうこれで調理完了ですかな。はい、冷や水でチリンチリン、オーダーバシャモノ、なんだ竜の波動あえウィームーシュ、調理完了。でもなかなか強かったね。はい、よっと。あれ勝ちたかったけど負けたなんかフライパンで顔隠してんやけど、なんで恥ずかしい恥ずかしろな。すげえ強火で燃えた優子、すげえよ。俺さ、勝負も料理も分かりやすいから好きだ。勝負は勝つか負けるか、料理は辛いか辛くないか、シンプルだろ。でも今のリーグ部はなんでか居心地悪くてすげえ難しい。どうすれば前みたいな楽しい部活に戻れるんだろう。つい弱火になっちゃったけど優子強かった。燃え余る情熱をフライパンに溢れる気持ちも食べてる。どういう意味おい、からのフライパンを炙っていくまた優子がリーグ部救っちゃいますか。俺の大事なレシピ一つ預けとく。焼けっぱち、技を外してると威力が倍になる。料理以外の火加減は俺には分かんねえ。だから優子、ブルーベリー燃え上がってな。こいついいやつだったな。オース未来のチャンピオン、まずは四天王一人目勝利だなこいつずっと見てなんかな幸先がいいね。赤松の弱い方じゃねえんだ。考え方が単純なだけで、でもそこがいいとこでもあるんだな。部活が赤松飯みんなでつまむの好きだったな。あいつもあいつなりに悩んでたんだな。あんたならリーグ部をたらふく引っかき回してくれそうだ。そいじゃ残り三天王頑張ってくれー。サークルクラッシャーになるか、優子。よーし、リーグ部のサークルクラッシャーとして、どんどん、人間関係破壊していくぞ。じゃあまあ、4エリアあって、まあ同じモチーフだけど、アレンジが4地方で違うので、まあ四天王戦やりつつ、各エリアの曲を演奏していく感じで、4パートやっていきますかな。